グカップ行っとこうかな。こっち行くか。予約満員おう、みんなマグカップはやっぱ実用性あるからね。で、逆にアンジュさん行っとく？逆にアンジュさん行くか。あ、いいっすね。これが俗に言うたこ焼きね。ゲーセンなんか行くとね、これネットキャッチャー系のやつはね、こうグググってうーってやってこう、ああ惜しい惜しい、え、ちょっと待って、ちょもう一回やらせて、ちょ待って、いけるわこれ、俺アンジュさん取るわ。難しい代わりに何回も挑戦、ええやばいやば、あるなあ、るよな、だった惜しいな、いやこれあるって。俺なんでアンジュさんこんな必死に取ろうとしてんの、俺これなんでこんなって言ったら失礼だわ。欲しいアンジュが欲しいと思いに応えてくれるはず。行こう。あ、3つ、あ、毎度これね、キッズか俺。おっしゃー、ええやったアンジュさんゲットしちゃったけど。やったやったいいね、いや、アンジュさん、まあ約1000ゼニーでアンジュさんゲットということで。アンジュやってほしい、アンジュ挟もう。アンジュさん挟むのこれ、わけわかんなくない。いや、わけわかんなくないから、二次三次コラボだしな、れっきとした。あ、タペストリーいっとく、タペストリー、アンジュさんタペストリーいっとく、ちょっと飾るか。なに、タペストリー人気な、待て、俺にやらせてくれそれ。おい、これおい、めっちゃこれアンジュガチ勢いるぞこれ。え、どうだ、うおちょっとうわ、めっちゃ見応えあるんだけど、これ人のマジゲーセン、みんなベガ立ち、だったー、惜しいなーこれ、惜しいなー今の。あ、次のプレイ時間です、もうすぐ再開となります。あ、ちょっとさー、これ、いやでもいい、俺ちょっとなん、大人気すぎ、おいーこれこれこれすごいな、これすごいな、むしろすごいな、どんだけ高い女なんだアンジュカトリーナ、高すぎる、俺らじゃ足元にも及ばねえ、誰が落とすんだアンジュカトリーナを、難攻不落の城アンジュカトリーナタペストリー、これはすごい、アンジュガチ勢頑張ってくれ今。これねこれね、多分マジで本当に不幸だったんだろうな、周りがもう外堀ばっか埋めたせいで逆に確信が埋もれちゃうっていう、そんなんじゃアンジュさんは落とせねえぞ。お、2個、おお、そんなんじゃ落とせない、そ、外堀とかじゃない、アンジュさんは外堀とかじゃない、意外とシンプルにど真ん中ついてこう。うわ、これ跳ねちゃってんだよな、これ高嶺の花だ、記念衣装だもんな、欲しいよな、ファンは欲しいよな。いや、カプトレさん彼の勇姿を見届けさせてください。いやー、これだから、この人の後ろにアンジュさんガチ勢が待ち構えてんだよ、この人がかけたアンジュさんへの思いの数なんだよこれ、どれだけここにかけてきたと思ってんだよ。うわー、どうだ、ちょっと待って、これあれなんか頑張れ、お前の思い見届ける、たった一人のライバーに注いできた愛を見届けたい俺は、頑張れ、いったー止まることはなかった、スタッフさんがこれはさすがに
いそうと思って止めようとしたけど、いや、いったー、おめでとう、感動のタペストリー、ドラマガール、カプトレネット、ネットキャッチャー、頼むよ、頼む、来い、来い、やばい、アンジュルート来た、やべえ、やべえ、やべ、カートってきた。ちょっとお願いします、お願いします、いいよ、奇跡的に2個、あ、さすがにね、球体だからね。やべ、カートってきた欲しい、このミュー欲しすぎる、いや、え、あとさ、マシュマロさ、そう、そうよ、そう、拾おうと思って、その、開いたときに、まあ、すでにいくつか拾ってはいたんだけど、途中から、あ、全然迷惑だったとかいう話じゃなくて、クズハさんが配信で、なんだっけ、UFO キャッチャーで、なんだっけ、なんか、私を撮るみたいな話をしてたみたいなのが、めっちゃ来てて草生えた。で、ちょうどそれで見に行ってみるかと思って行ったら、なんだっけ、取れない状態になることをアンジュさん状態って言われてて、失礼なって思いながら見てたわ。見逃したそこはとりあえず。そう、カプトレの配信で言ってたらしい。ツイッターでも見てたな。あ、ツイッターで切り抜きってことか。なんかね、マシュマロでそうそう見てて草生えた。つながりないから、なかなかつながりないって言うとあれだけど、雪山ぐらいだから。はじめまして、アンジュカトリーナって言います。よろしくお願いします。次がいいんですか、初対面これで。いや、ほんと申し訳ないっす。いや、でもここでね、名前覚えて帰ってもらえたらなって思います。あ、じゃあお願いしますで、今ちょっと急降りて恥ずかしいんですよね、若干ね。どうしようか。何でも言ってくれるんですか。あー、じゃあ今日ぐらいいいよ、やってやるよ。ちょっと待ってください。ファイルはめくれなんだけど。ちょっと待ってください。どうした。LINE?LINE がむずい。ちょっと待って。いや、配信できる限りよ。YouTube が、大丈夫な限りです。それは、ガチライブされても困るわ。信頼してもろって。アンジュ、今日家行っていいって言ってほしいっす。アンジュ、今日家行っていい、この後、アンジュ、今日この後家行っていいか、みたいな。あー、OK。ちょっと。行かせていただきます。これ、アンジュしか喜ばねえんだよな。アンジュ、今日、家行っていいか。こんな感じです。はい。ありがとうございました。アンジュが聞いてこれ、喜ぶのかな。人によっては、アンジュの部分だけ切り抜いて、もう別に大丈夫だけど、まあ、ね、喜んでいただけるならば、はい、いや、まあ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 みたいな。あとさ、もう一件、あ、聞いてください、これ、だからそもそもこの前さ、なんだっけ、配信でも軽く触れて、あの時は私まだその配信じゃ見れてないって言ったから、どんな感じで言ってたか分かんなかったんだけど、実際に配信見たら、あまりにクズハさん、アンジュが欲しいって言ってたんで、これ検証しよう。絶対うちのこと好きやから。聞いて、これ。じゃ、まずもう一個。まずこれな。いつもの私のこの、うちのこれ。あ、見えてない指、こっち。私のこれなんだけど。これね。アンジュ。今日、家行っていいか。やば。これ私、とつまちん時にみんなの前でベルさんに口説かれたやつな。とつまちの時にベルさんに口説かれたやつ。好きに使っていってたから。今日、家行っていいか、アンジュ。あ、切れてる途中で。待って待って。嘘嘘。アンジュ。今日、家行っていいか。ちょっと切れてる、くそ。編集ミスってる、くそ。なんでだ。なんでだ。いやー、ちょっとみんなの前でやめてって言ったんだけど、ちょっとこの配信終わったら家行くってことをちょっとバラされちゃったやつ。私のこれね、これのやつね。ルって何言ってた。いや、切るのミスった。ちょっと興奮してミスったわ。
いやーいいやつで、これね、もう一個ね、アンジュ、アンジュが欲しいアンジュ、アンジュが欲しい、リピートすなこれ、これモテ期なんだよな。あの日いずみちゃん私すげえモテ期じゃなかった？これ私怒られる女性ファンにボコられるかもしれん。モテ期だったあの日一日。これあるよな。これほの字なんだよな。これあるよな。アンジュ、今日家行っていく。アンジュ、アンジュが欲しい。取り合いされてない？取り合いされてない？怒られるかな。あるんだよなこれ。これあるなっていう話でした。ちょっとこれぐらいでやるとこ。いやーこれあるな、モテ期あるなっていう話でした。俺コレクション増やしていこう。なんか今までこういうの結構あった気がするけど撮ってなかった。ベルさんの録音しようと思った時にね、ついでに撮ってきました。うんうん、さてそういうことでした。連打するとな、連打するとダダこねてる感じになるな